皆様と一緒にドキドキしてるんです。実はここ初めて入るんです、私たちも。はい、あの那覇バスターミナルオープンして我々ね、乗務員もよし地下に入ってみたいって言ってたんですけど、バス以外入れないっていう厳しい決まり、やっぱり決まりですよね、ルールがありましてですね、で入れなかったんですけど、よしここからね、あどこから通っていく、あここが降りるところ、ここを降りる、バスを降りるところなんだそうですね。はい、降りられるところで、これ左手がエスカレーターがあって、でホテルカフーナにもね、ここあのあれなんですね、経由できるあの通路があるんですね。でここ、すいません、私もここ一緒に皆様と見学していきたいと思います。でどこから地下に通じてるんですか。あそこが通路になってるんですね。ここから行って、あ下に降りていくんですね。はい、まあ、工場もね、皆様先ほど見ていただきましたが、ここが那覇バスターミナル4社、ね、路線バス、4社、沖縄バス、東洋バス、琉球バス、那覇バスの4社が使用しているターミナルとなっております。でちゃんとね、ターミナルの中には、まあ、ホテルのなんていうか、エントランスとかで、それからちゃんと各沖縄バス、那覇バス、ね、東洋バスのこれ営業所がありますので、バスの情報とかね、路線とか料金とか、そういった確認はこちらでしていただきます。で待合所は右手、ファミリーマートに隣接したところに待合所がありまして、私も最近ね、1時間ぐらいちょっと待ってたんですけど、もうずっと飽きさせないですね。映画館みたいな大画面のモニターがあってね、沖縄の観光案内から路線バスを丁寧にね、またこの町でバス停降りて徒歩何分のところにこういったカフェがありますよっていう情報が全てね、紹介します。さあ私司会の邪魔ですね。じゃあまたここからステップからご案内しましょう。さあ皆様お待たせいたしました。普段我々は入ることが禁じられておりますね、場所地下1階へと入ってまいります。はい、そうですね、初めてだと思いますよ、ここは。はい、大きいですね、思ったより。あ、ちなみに、そう、ここね、車両待機場になっているところで、一応ね、38台分のスペースが確保されているそうです。でお客様は絶対にここに乗せてはバス入れないそうなので、眠ってるお客さんでも絶対起こされて上で降ろされるそうですから、え今回沖縄バスの我々ね、中山社長が許可を得て、でえこの沖バスフェスタだけしか多分入れない、ね、いい機会でございますので、皆様、はい、この写真は SNS で上げるあれじゃないですか。はい、ね、いいですよね、SNS に上げると別らしらられると思いますよ。はい、ここはどこでしょうっていうね、はい、まあ、そんな珍しい場所を皆様今ちょっと一緒に一周ぐるーっと回らさせていただいておりますが、あ土曜日ダイヤだけどバスは今日少ない、平日はもっといっぱいしてるんだそうです。これ右もバスがだからとあれかな、待機できるスペースになってるんですけれどもね、普段はもっといっぱいしてるそうですが、今日はガラガラなんだそうですよ。はい、今右から降りてきたんですよね。降りてきたところと上がっていくところはまた違うんですかね。あ、違うんだそうです。はい、降り口と上り口はまた異なるんだそうです。これ1とか10とかなんですかね、これ乗車ホールにバスが止まってるか止まってないかのランプなんだそうです。明るくついてるのは止まってるっていう合図かな、で暗くなってるのは出てるっていうね、はい、サインなんだそうですね。はい、さあではここから皆様地下1階の車庫をぐるーっと1周半通過してまいりました。まあ、こうしてね、38台分のスペースが確保されていて、乗り入れ路線数によって各社駐車台数が割り振られております。はい、運行が終わると一部のバスはターミナルに駐車しますけど、多くはこのバスの
へと帰って、1日の勤務が終了いたします。はい、いかがでしたでしょうか。はい、我々ね、バス乗務員はこうしてお客様と接してますが、本当はそれぞれの分野でね、こうしてまたね、働いてる場所、頑張ってる場所が異なります。はい、では本社ですか。はい、では本社に戻ってまいります。では最後になりますけれども、皆様にお付き合いいただきまして、最後は私から手荷物にならないお土産として、ここも歌で締めさせていただきたいと思います。いいですか。はい、ありがとうございました。浅田ゆんたです。手拍子お願いします。せーの。さあ君はの中の岩田の花か、さあゆいゆい暮れて帰れば屋根を引き止める、また針のチュンダラカのシャマよ、さあ沖縄よいとこにどさんの面相れ、さあゆいゆい運転手ハンサムガイドはまた針のチュンダラカのシャマよ。はい、本日は沖バスフェスタにご参加くださいましてありがとうございました。どうぞ最後まで楽しまれてお帰りくださいませ。いや、少々お待ちくださいね。はい、あ、大丈夫ですね。じゃあ忘れ物がないようにご確認のね、下車の方